こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はフォールガイズやっていきたいと思います。で、今日はですね、コースがね、復活したんですよ。ロールオンっていうコースなんですよね。これ多分ね、めっちゃ久しぶり。もう1年以上ぶりだよね、全然ね。シーズン3からもう多分消えてたんじゃないかな。超久しぶりのね、コースが復活したんで、それをやりたいと。これはロールオンじゃない。これはね、フルティルトっていうゲームなんですけど、多分ね、1回戦か、まあ、ギリ2回戦ワンチャン出るかもしんないぐらいの感じで、これソロショーやってるんですけど、なので、まあ1回戦がね、これだったんで、ちょっと出ないかもしんないんですけど、ロールオンが、出るまでね、ちょっとやってみたいと思います。よいしょ。さあ、ということで、グイグイ行こう。まあ、これは多分1位でゴールできそうだね。これはね、もうだいぶ、ずっとやってきてるんで、めちゃくちゃ得意ですよ。めちゃくちゃ得意。これちょっとあれだな。消したいな、このこんばんはみたいなやつね。全然いいんだけど。あれだよね。これあれかな。誰がゴールしたかとか、誰が脱落したかとかを見つつ、この挨拶とかを消すことはできんのかな。はい、2回戦ね、リングスピナーでしたね。ロールオン出なかった。で、3回戦がボタンバッシャーズですね。で、これの後が、決勝戦ね。で、これはね、結構、あれなんだよな。相手ゲーなところあるよな。相手が強かったらマジ勝てないんで。相手が強かったらマジで勝てない。あ、やっちゃったね。これは、一旦、よいしょ、ここ取って、さあ、こっから追い上げていくよ。こっから追い上げていく。あー、これ、低重力、いけるか。間に合わないね。間に合わないでいく。さあ、これ結構トントンだな。結構カツカツだと思う、正直。さあ、運が来てる。取れたか。取れたっぽいね。よいしょ。オッケー。あんま取れてないのかな。え、でも、徐々にといったところか。よいしょ。よいしょ。これは裏だな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これ取られてしまう。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。ここまで来たらもうだいぶ有利かな。よいしょ。よいしょ。オッケー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 。ここまで来たらいけるでしょう。こっちか。よいしょ。あ、届かないか。こっちだ。よいしょ。おい、危ないね。最後の方取れてないね、全然ね。オッケーオッケーオッケー、ベルオッケー。さあ、ということで、決勝戦ジャンプショーダウンやっていきたいと思います。あ、で、そうそう、モバイル版がね、始まりましたね。まだ、アンドロイドと、あと、iPhone はあれなんだよね。iOS は、ヨーロッパだけなのかな多分ね。なんですけど、まあ、アンドロイドの人は日本でもプレイできると。ただ、なんか、Google ストアとかで出てる感じではないんで、独自で、エピックゲームズさんがストアを持ってるみたいな感じなので、ちょっとダウンロードの仕方ね、特殊らしくて、まあ、僕はね、まだやってないので、ちょっとやり方がちゃんとは分かってないんですけど、ちょっと一旦こっち渡っとくわ。まだ分かんないからね、こっちだけ残る可能性もあるんで、そこが割れたらどうなるかだけど、どうなるかな。じゃあ、こっちに渡っとこうか。そうだね、それが落ちたらもう負け確なんで、あれ落ちてほしいな。そしたらだいぶ楽だけどな。ダメか。だとしたらこっちに渡って、よいしょ。まあでもここはもう1対1なんで、あの、掴んできそうですね。掴んできそうな動きしてるな。いや、大丈夫かな。いや、これ前に行った方がいいな。あー、かわいそうにナイファイでした。さあ、ということで、あっちでなんか掴み合って、なんかやり合ってくんないかな。赤の人掴みそうだね。あ、やり合ったんじゃない？あー、結局1対1か。耐久勝負かな。じゃあね。モバイル版超楽しみだね。まだできないけど、モバイル版でいいのはね、ショップをパッて見れるようになるのはいいなーって思うね。まあ、僕は iPhone なんで、結局、まだだし、結構先だと思うけどね。まだまだ、iOS なかなかね、買うことはできないと思うんですけど、ショップをパッて見れたりする。おお、勝った！ベリーナイス！さ
さあ、ということで、スティッチにベルトのね、タカシを巻いて、キャプテンアメリカ。で、フォートナイトがね、そういえばあれなんだよな、マーベルシーズン来たんで、ちょっとやってみたいなと思ってるんですよね。はい、1回戦、ゲートクラッシュやっていきたいと思います。どうなんだろう、ロールオンって2回戦でも出るのかな。あ、でね、あれね、横の右上に出てくるやつね、消したんですけど、なんかね、あれなの。誰がクリアしたか、もう消えちゃうんだよな、これ。なんか、人のおんぶとか、それだけ消せればいいんだけどね。それだけ消せればいいんだけど、それはね、できないみたいですね、どうやら。現状、全部消えちゃうみたいな感じですね。それはそれで不便なんだよな。特にスクワットとかやるときね。よいしょー。さあ、2回戦ビッグショットやっていきたいと思います。で、このスキンね、このスキン。この、なんか上に銀の金玉がついてるやつね。このスキン。このスキンが、あれなんだよね、スマホ版でプレイした人だけがもらえるみたいな。スマホ版のミッションでもらえるスキンなんですよね。なので、現状 iPhone しか持ってない人は、このスキンをゲットすることができないと。いう感じになってるんでね。これ期間限定なのかな ?iPhone で、あれ、いつかゲット、ね、なんか1年後とかだったらさ、もうあれだもんな。だから結構レアなんで、このスキン。ね。あ、でもどうなんだろう、世界的に言えばあれだもんな。日本はね、めっちゃ iPhone ユーザー多い気がするけど、世界的に見たら iPhone ユーザーが過半数っていうわけじゃないもんね。Android も多いもんね。だからそんな、あ、てか、そっか、ヨーロッパだと別に iPhone でもいけるから、そんなあれなのか。日本だとレアスキンになるんじゃない?だから、現状はね。なんか面白いよね。透けそうで透けないというかね。で、この玉、ね、どんなコンセプトなんだろうね、これね。玉がついてて。かわいい。さあ、決勝戦リングの呪いやっていきたいと思います。3回戦はリングスピナーでしたね。で、ちょっと次サーバー変えようかな。まあ、サーバー変えたら出るコースが、変わるのかどうか知らんけど、リングスピナーね、被ってるんで、ちょっと一旦変えようかなと思います。さあ、で、リンドロね。リンドロはね、まあ、本当に上手い人にはもうやっぱ勝てないね。本当に上手い人には勝てない。なんかもう、やばい。ほぼ、なんか垂直にというかさ、この側面に乗ったりする人とかいるじゃん。なんかそういう方にはもう勝てないですね。そんな方がいたら、ちょっともうダメだけど。ただ、なんかちょっとさ、弾かれたりするから、なんかそういうのでね、運よく上手い人にも勝てたらいいなっていう、そういう気持ちですね。こっちに左が人気なのかな。あ、でもやっぱあれだね、ほらボールフィードがないからさ、いつの間にか2人落ちてるけど、それが分かんないからちょっとあれだな、やりにくいね。てかこっちやっぱすげえ売り切れてんな。右側っぽいね。あ、これ早くちょっと前行かないと、まずい。ああ、そう、弾かれるんだよね、これ。焦りすぎるとね。まあ、もう一周は渡れるんで、もう一周渡るけど、後ろ行きすぎないようにしないといけないですね、これはね。後ろに行きすぎないようにして、で、多分右がね、結構空いてるんで、右側で立ち回っていくっていう感じになるんじゃないかな。これまだ渡る。まあ、まだもう一回は渡れるね。もう一回は渡れますね、と。うん、全然大丈夫ですよ。渡りまくって渡りまくってだけど、おそらくあの黒の人が上手いんじゃないかなっていう感じするね。な、落ち着いてるもんね、なんか。動きが。動きがすごく冷静な感じするんで、きっと上手な方なんじゃないかなと思います。これもう渡れないか。ね。こう切ったらもう渡れないから、こっちで立ち回っていくしかないんじゃないかなという感じ。こっちはまだ渡れるんで、あ、残ってるね。え、やばいね。残ってないか。いや、渡れない。ごめんなさい。はい。1回戦、ショートサーキットですね。出ない。まあ、多分1回戦なんだよな。出るとしたら。候補としたとか、フル、結構あるよね。1回戦候補ってね。ショートサーキットもあるでしょ?で、あと、何?なんか、ジャングルのやつも多分1回戦で出やすいんじゃないかな。ちょっと名前忘れちゃったけどね。あと他なんだろう。これ真ん中から行くのがね、いいんで、僕は真ん中からが得意というかね、行きやすいんで、あれだけど、ちょっと混みすぎて大変だけど、まあそれでもね、左右は結構そうなんで、ごちゃごちゃしてね、
結構大変なんだよね。だからこっからもう行っちゃいます。ちょっと遅れても全然大丈夫ですよという感じ。 OK ベリオケベリオケ。まあまあ4番手ぐらいにつけてるんでいい感じなのではないでしょうか。で、これこっちから行ったらいけるんで、こう行って低重力に入る。オッケー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 。いいよ、3番手ぐらいにつけてるよ。すごく頑張ってるよ。すごくいいよ。オッケー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 。で、また真ん中から行くわ。真ん中ちょうど開くでしょ。真ん中開け！オッケー。で、この人と被らないようにして。これやっぱ真ん中がね、あ、でももうあれか。穴が開いてるから結構いい感じだな。よいしょ。やばい。バインと跳ねてしまう。いや、バインと跳ねてしまう。さあ、これはこういって、で、こっちからぐるりんちょして、低重力で入る。オッケー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 。1位の人がめちゃくちゃ速いですね。1位の人がべらぼうに速いかというところ、かわし込んで、よいしょー！ベアリーナイスー！いいかな？はい、2回戦スライムクライムということで出なかったですね。出なかった。これなかなか出ないね。なんかさ、そのショーが帰ってきたらさ、そのショーがよく出る、なんかサブショーみたいな来てほしいよね。今ね、ファイナルマラソンってやつが来てるのかな。それはそれで面白いんだけど、ファイナルマラソンにはさすがに多分出ないから、そういう風になってほしいよね。よいしょ。おー、すごい、いけた。なんか、すごいかっこいいショートカット。見事なショートカット。今見た？初めてできたんだけど。すごいんじゃないあれ。相当かっこいいショートカットなのではないでしょうか。よいしょ。さあ、いいっすよ。結構頑張ってるよ。よいしょ。おー、ちょっと飛びすぎ。いや、危ない。冷静にね。冷静に冷静に、しっかりとゴールしよう。ね。ちゃんとゴールするんだよ。そう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 、焦らなくて焦らなくていい。オーケーオッケー、バリオッケー。はい、ということで決勝戦ロールオフやっていきたいと思います。で、正直まあ今日はね、勝つことはどっちでもいい、ロールオンやりたいからね。なのでちょっと壁抜きのね練習してみるわ。なんかね、この前ねメンバーシップ限定配信でちょっとやったらね意外とできたので、ちょっと壁抜けの練習をね、ちょっとしたいと思います。まあ、ゆっくりのうちはちょっと大変かもしんないけど、壁抜けの練習やってきた。危ない！いや、でもギリギリ着地できてたか。危ない。あ、でもこれでっかい穴だから、あれだな。あ、いけるのか？これ届くのか？あ、届くね。届きますね。でっかい穴、あっちの方が楽とかな、ある？もしかして。こっちの方が楽とかあります？ね、こっちの方が楽ならこっちで行きたいですけどね。で、結構掴み合いも起きてる。まあ、全然掴んでくれてもいいっすよ、もう。僕はなぜ、ロールオンがやりたいんでね。ロールオンがやりたいんで、掴んで落とすのも別にいいですよ、という気持ちです。あそこがちょっと難しそうだな。あ、ここでもちょっとむずいか。うん。いや、ちょっとむずいな。壁、いや、壁多い、多いな。あ、こっちじゃない。こっちの方がいいわ。こっちに逃げます、やっぱり。やっぱダメ。こっちの方が簡単なんだよね、多分。よいしょ。ね、ほらこんな感じでジャンプ力がね多分上がったから壁抜けもしやすくなったんじゃない。今までできなかったんだよ。でこの前メンゲン配信でちょっとやってみようってやったら、意外とできるじゃんってなって、ジャンプ力が上がったことによって壁抜けもねしやすくなったのではないでしょうか。さあ、よいしょ、おいしょ。危ないね、これちょっと危なかったね。まだちょっと不安定ではあるな。まだそんなやったことないからね。全然やったことないんで、ちょっと不安定ではあるまあまあいい、いい、でも、練習したらできそうに、できるようになりそう。はい、1回戦、ブラストランティスやっていきたいと思います。なかなか出ないね。これしかもね、あれなんだよな。別に1回戦だけじゃなくて2回戦も出るかもしんないから、これね即抜けしていくっていう方法もあると思うんだけど、てか2回戦にしか出ないかもしんないし、わかんないでな、もういつ出るか、いつ出るかわかんないから、まあ3回戦とかで出ないだろうけどさ。でも1回戦2回戦行ったらもう3回戦決勝までなんか行っちゃいたいじゃん、もう。だからどうしようかなって感じ。はい、ということでちょっといろいろありましてですね、さっきのマッチの2戦目が
リングスピナーだったので、もう速落ちしました。もう3回戦にはもう出ないだろうと思ったでね。で、新しいマッチに入って1回戦がゲートクラッシュで、2回戦が、こちら、フルーツパニックということで、まあ久しぶりなんでね、フルーツパニックから、やっていきたいと思います。よいしょ。うわ、バナナ、いやー、すごい勢いだね。OK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 。ただ、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫。全然大丈夫なのでゴール。OK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 。はい、3回戦、フープループレジェンドやっていきたいと思います。まあまあ、ここまで来たらもう行っちゃおうか。ここまで来たらもう、頑張っちゃおう。金があそこにあるけど、他に近い人がいるんで、これは多分取れないでしょうと、いうことで、諦めまして、次に託したいと、いうところですね。あ、でもなんか意外とだな。やばい、これ取れなかった。じゃあ切り替えてこれ取って、これも取って、まあ普通に1点の、重ねていこっか。ね。あ、でも金出たから。よいしょ、バリオッケー。あれ、これ、決勝戦じゃないよね。4回戦で終わるんじゃなかったっけ？ 1 回戦ゲートクラッシュして、2回戦が、フルーツパニックして、3回戦がさっきのフープループレジェンドやって、4回戦がこれになってるね。なんか多い気がするし、もう人少ないよ。4回戦マッチじゃなかったっけ？勘違いかな。よいしょ。危ないね。これ冷静に行こうか。オッケー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 。まあゴールすりゃいいやつなんでね、これはね。ゴールすりゃいいやつなんで、これね、ここでショートカットできるんですよね。これ最近知りました、僕はね。最近知りました。いやーん、いやーん。ちょっと待って、暴れちゃったね。よいしょ。で、これも、いてててて。こういって、ここから、こう。OK? で、こう。OK? 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 さあ、いいっすよ。めちゃくちゃいいっすよ。あ、これ、変なことしてる。冷静、冷静、冷静、冷静。妨害とかのもあるかもしんないからね。これ、妨害しそうだな。OK、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 OK。先にちょっと行ってもらってね。よいしょ。で、これで弾いてもらおう。バイーン！あー、ダメか。これ結構むずいよね。なんかクリティカルヒットみたいな、するの結構むずい気がする。もっと跳ねさせて、オッケー！はい、なんか誰も落ちなかったね。8人中8人。で、ボタンバッシュ、ちょ、長いわ。なんでこんな長いの？このソロショー。閉じ込められたのか？もうこれ、何戦目だ？しんどい、しんどい。で、ここでもう、まあ、負けてもいいよな、正直。もう、いいよ。失敗。めちゃくちゃ失敗。ダメだ。よいしょ。これで踏んで、冷静に行こう。よいしょ。OK。で、これを取って。取れたね、ギリギリね。よいしょ。OK。で、これ取って、かなり有利に進んでるね、ことはね。あー、今のかわいそうすぎるな。今のもうあの人のポイントだもんな、実質は。取ってもらって。いや、でも流れが、ああ風で流されて踏んだり蹴ったりだね。いや、でも追いついてきてる。まずいよ。ここ冷静に。やばいっすね。追いつかれてきてる、追いつかれてきてる。ガチやばい。いや、でもここで一気に逆転。風があるんだよね、これね。風が。届け！ OK。よいしょ。よいしょ。取られるか。よいしょ。よいしょ。それを取られて、これを取って、OK。いや、危なかったね。オーケーオーケー、いい勝負でした。ありがとうございました。やっと決勝戦止まるな危険スペースやっていきたいと思います。違うんだよ。僕は1回戦とか2回戦とか最初の方に出るはずのロールホームをやりたいんだよ。こんなガッツリしたマッチでやりたいわけじゃないんですよ。ちょっと疲れちゃったもう。もう疲れた。いつ出るの ?1 回戦だけ絞ってももしかしたら2回戦以降で出るかもしんないからさ。
それだと良くないし、難しいね。で、これ真ん中はもう取られたら絶対負けるんで、ここはちょっと真ん中荒らしに行きます。真ん中荒らしに行って、ガッツシガッツシで行きます、これね。ガッツシガッツシで行かせていただきます。真ん中を荒らし込んで、まあ、自由にさせないという作戦ですね。真ん中を荒らし込んで、僕が先に取るんだよというアピールね。僕の真ん中だと、いうことですけど、まあちょっと範囲が狭いから、うまくはいかないね。とりあえず、スペースがなくなったら大変なんで、先に行ってなんだけど、ちょっとこれは危ないっすね、普通にね。ちょっと危ないですよ、立ち回りとしてはね。ただ、なんか自分のルートを作れればいいけど、もう、ちっちゃいからね、これね。ちっちゃいちっちゃいなんで、まあ、そろそろちょっとルート作り込んでいくか、じゃあ。ね。いや、でもこんな広く取ってたらダメだと思うんだよな。あ、もう1対1になってるね。1対1になってますね。じゃ、これ掴んで、ほい。掴んで、ほい。よいしょ。だいぶ来てるね。掴んで、ほい。よいしょ。よいしょ。気合でこれ渡って、おっしゃ、上がった、ベアリネス。さあ、ということでかっこよく決まりましたね。かっこよく決まりました。キャプテンアメリカガチかっこいいからな。スティッチとキャプテンアメリカとタカシのコラボね。じゃーん。はい、ということで、ロールアウトの方が出ました。なんでな。なんでな。ロールアウト1回戦なの？ロールオフを、ロールオン出して、ロールオン。なんでロールアウトが1回戦で出ちゃうの？まあまあ、でもこれも出るなら1回戦か。でもさ、今久しぶりに来たんだからさ、なんか出現率上げるとかしてくれてもいいんじゃないですか。危ない、なんか掴まれて、普通に死にそうになった。危なかった。上手な掴みが入りましたね。まあとりあえずカットするか。2回戦で出るかもしんないから、一旦ね、ここはちょっとこなさないといけないなっていう感じですね。はい、ということで2回戦ハイパードライブヒーロー。まあハイパードライブヒーローは嬉しいよ。ハイパードライブヒーローは嬉しいんですけど、違うんだよな。で、まあ、このマッチは多分もう出ないから、まあ、これクリアするんですけど、で、もう1マッチあるわ。で、ちょ、ダメだったらもうさすがにね、これ、いつ出るかわかんないから、もうちょっと疲れちゃうからさ、出なかったら、あれなんですよね、メンバーシップ配信でやった時に、ロールアウト出た、あ、ロールオン出たんで、その時の、ちょっと画質はね、めちゃめちゃ荒いし、ちょ、メンバーシップ配信なんでね、なんか、全然、なんて言うんだろう、ちょっとスイッチは入ってない感じだけど、ちょっと緩くね、やってるんで、そんな感じですけど、それを貼り付けとくわ。ダメだったらね。でも、なんとか出てほしい。なんとか出てほしいですよね、生で。生で出てほしいっていうのはあるんだよな。さあ、ただまあ、これはね、好きなゲームなんで、やっていきたいと思います。ここね、このまま直接ジャンプしても届くんですけど、僕はね、結構この船を待つのが好きですね。この船を待って、で、こう歩いていくと。で、またこう歩いていくと。あ、ほら、すごいって言ってくれてる。ありがとう。すごいでしょ。で、ここもね、結構僕のね、好きな立ち回り。これね、結構、掴まれて棒に当たるっていうケースがあるんですよ。これ、乗り遅れ注意なんですけど、なので、この最後の棒がこっちに行った瞬間、ここに行きます。そして、一回飛び越えます。で、この棒を避けて、この棒を避けて、こう行くと、掴まれたりするリスクはね、だいぶ減るんで、まあ、一回しか飛んでないからね。バーに当たる。うま、ショートカット。そのショートカットはうまいわ。ね、上手なショートカット。で、これ、後ろの人にも残しといてあげよう。で、ここゆっくりジャンプして、よいしょ、よいしょ。で、ほいしょ、オッケー、こんな感じ。で、できればこれ、先頭でね、ポーンと出たいけどね、あの人、ショートカット上手だったね、サングラスの人ね。サングラスの人上手でした。で、これサクッといって、じゃあ左側もらうよ。左側、あ、じゃあ右側もらうね。じゃあ。なんかこっちにみんな来たんで、じゃあこっち側もらいますねと。ここでね、このままポーンと飛び越えていきたい。オッケー。さあ、じゃあこれでガッツンといって、まあ後ろの人に残しとこうか。ここだけ使わせてもらって。
ゴールベリーナイス。はい、ということで、決勝戦、クラウンマウンテンやっていきたいと思います。クラウンマウンテンね、勝率めちゃくちゃ下がったんだよな。このジャンプのあれが変わってから。それまでね、結構めちゃくちゃ勝ってたんですけど、ジャンプがね、変わってからマジで勝率下がった。ここら辺でジャンプか、オッケー。自動掴みにしてるからね、あそこ掴んじゃうんだよね。ちょっと早めにジャンプしないと。いや、ちょっと金玉がすごいな。いや、青の人がちょっと一歩出てるね。ハンマーが、ね、あと遅いんだよな。ハンマーが遅いからもうこれ、そのまま素走りで行くしかないっていうところもあるね。素走り素走りで、いや、これはダメよーん。いや、ただ、ちょっと手こずってるか。ワンチャンある、ワンチャンある。全然ワンチャンある。オッケー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 。一旦待って、早めにジャンプ、どうだ、ベルゲーベリーナイスー。まあ、同時優勝だっただろうね、多分ね。さあ、やりました。久しぶりに勝てた、クラウンマウンテンね。やりました。で、次がラストマッチ。頼む、出てくれ、ロールオン。ロールオンお願いします。はい、1回戦トラックアタックだったか。まあ、これはこれでね、楽しいゲームなんですけど、まあ、2回戦に期待だな。2回戦に期待ですね。で、まあ、ちょっともう1時間ぐらいね、もうやってるので、まあ、このマッチで出なかったら、ちょっとね、アーカイブ、メインゲームのアーカイブになっちゃうんですけど、ちょっとそれをね、お見せする形にさせていただきたいと思います。いや、本当はね、野生がね、出たら一番嬉しいんですけど、まあ、とはいえね、もう1時間やってるんで、いつ出るかわかんないからね。1時間やって1回出るっていうのが分かってたら、それで全然いいんだけど、そんな2時間やっても3時間やっても出ないかもしんないから、ちょっとね、分かんないからね、こればっかりは。なんでロールアウトなの？ロールオンが出てよ。なんでロールアウトが出るんですか？もうダメだ。ということで、まあ、まあ、とりあえず決勝まではいけると思うんで、決勝まで一旦カットしたいと思います。いやー、野生で出て欲しかったなー、ロールオン。はい、ということで、3回戦ボタンバッシャーズ、4回戦クラーケンスラムだったんですけど、普通にね、すぐ死んじゃったんで、多分カットになってると思います。ということで、ロールオンね、プレイ動画、ちょっと低画質になってね、あと、すごいなんか、ゆるーくやってるんで申し訳ないんですけど、面言のね、アーカイブの映像をね、お見せしたいと思います。どうぞ。来た来た、これですね。これをやりたかったんですよ。久しぶりだな、ガチで。ガチで久しぶり。うわー、これですよ。これ結構むずいんだよね。難易度としてはね。難易度としては結構むずくて、なかなかね、初心者の人はゴールできなかったりとか、あと、あれですね、エキストラモードだと結構ね、難しいっていうのが、話題。うわ、最悪失敗しちゃった。エキストラモードだと結構むずいっていうのが話題でしたね。危な、普通にむずいんだよこれ。で、最後はこれね、そうそう、これつかみとかもね、考えると結構奥深いというかね。ジャンプ力が上がってるから結構行きやすくはなってるね。はい、ということで、ロールオンでした。めっちゃ楽しかったね。超久しぶりなんだよ、本当に、ロールオンね。めちゃくちゃ久しぶりで、もうシーズン3からはなかったから、シーズン3から始めた人とかは、もうそもそもやったことないみたいな。まあ、保管庫で出てたくらいかな。そんな感じだった。僕ももう超久しぶり。保管庫でもやってなかったんで、めちゃくちゃ久しぶりでした。ちょっとまたね、普通にやりたいんですけど、今日のところは一旦ね、これで終わりたいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。